それでは、Ubuntu 12.04 のご紹介ということで、Ubuntu のセミナーを始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。ですね、まずちょっと聞きたいんですけど、去年も、Ubuntu のセミナー聞いたぜっていう人、もしいられましたら手挙げてください。あ、何人かいられますね。ちょっと被ってるかもしれないですね。はい。で、本日のお題、Ubuntu とは何か、Ubuntu の開発とは、Ubuntu とコミュニティで、12.04 の紹介と、次期バージョンですね、12.10 の話と、まあ、ちょっと付録、Ubuntu の話、付き合い方の話をちょっとしようかなと思うんですけれども、多分時間が足らなくて、最後は喋れません。ですけれどもね、この PDF とか、あと今撮影してもらっている動画を後でアップロードしますんで、その辺はですね、後で資料とか見ていただければいいかなと思います。さて、まずはじめに、Ubuntu、全く知らないっていう人いますか？全く知らないよっていう人。あ、皆さんご存知。ありがとうございます。もうすでに使ってるって方。はい。あ、6、7割ぐらい。はい。じゃまだ使ったことがない。知ってるけど使ったことがないよって方は。パッパラパラ。あ、ありがとうございます。ぜひ使ってみてください。はい。まず、お前誰よということで、ちょっと自己紹介。水野はじめと申します。メールは、水野-ubuntu.com、ubuntu.com 持ちです。で、ツイッターが、水野_as。で、ubuntu Japanese チームのメンバーで、で、ubuntu プロジェクトのオフィシャルメンバーでもあります。あと、ubuntu マガジンジャパンという雑誌のメインライターをやってたりとか、あといくつかのパッケージを自分で、作ってメンテしたりとかもしています。で、誤解してる方もいるかもしれないんですけれども、ubuntu Japanese チームっていうのは、まあ、いろんなオープンソースソフトウェアで各地域ごとになんとかユーザー会みたいなユーザーの互助会がたくさんあって今日もたくさん参加されてるんですけど Ubuntu Japanese チームっていうのは Ubuntu プロジェクトのオフィシャルのチームです。そのユーザー同士が寄り集まって作った会とかじゃなくて、Ubuntu コミュニティから正式に認可されてるチームです。なんでかっていうと Ubuntu のプロジェクトっていうのはローカルチームっていうのを世界中に作ってその地域ごとにそのチームがまあ、いろんな活動を行うってことになってるんですけれども、日本では我々ジャパニーズチームが、Ubuntu の活動を行っています。よいしょ。さて。で、Ubuntu とは何か。Debian GNU Linux をベースにした OS。もうこれだけです。Debian をベースにしたデスクトップ OS です。で、どんな特徴があるの？多分もう皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ、Debian ベースで作られていて、で、マーク・シャトルワースっていう人が始めたプロジェクトです。で、カノニカルっていう会社がバックについてて支援しています。で、Ubuntu コミュニティで、コミュニティに開発されているオープンな開発体制で無料で使える自由な OS である。で、ただし、使いやすさ、ユーザビリティを損なうようなことはしない。で、比較的新しい機能を実験的にどんどん取り込んでいくんで、進化が早くて、最先端の技術が使えるディストリでもあります。そして、半年ごとにこれ大きい特徴なんですけど、半年ごとに定期的にリリースを必ずします。で、Ubuntu プロジェクトの根底にある考え方がこれで、人はソフトウェアを自分たちの言語で、あらゆる障害に関わらず、無償で使用できるべきである。という考え方が根底にあります。で、よいしょ。で、マーク・シャトルワースさんっていう人を、ご存知かもしれないんですけれども、Wikipedia とかにも、載ってますけれども、職業は金持ちです。億万長者です、この人は。大昔ではないな、十何年前ですかね。この人、南アフリカの出身なんですけど、SSL の証明書を発行するビジネスを始めた人で、で、それで大儲けして、その会社を、ベリサインに売却したんですね。その時の売却額が、日本円にして500億円とかで、で、ちょっと大金持ちになって、で、その金を使って、ロシアに行って、訓練受けて、宇宙飛行士になって、宇宙旅行してきたとかいう変な人なんですけど、じゃ何しようか。この金を使って、使いやすい OS を作って、無料で配ろう。っていうことを考えたんですね。このマーク・シャドルワースさん自体は、もともとデビアンの開発者でもあるんですけれども、デビアンをベースに、その使いやすい OS を作って、無料で配ろう。っていうことを思いついて、Ubuntu プロジェクトを始めました。なので、無料で配るってことがプロジェクトの目的なので、エンタープライズ版みたいな優勝版を作ったり、機能に差がある、まあ、差別化したバージョンですね、そういうのを使って、お金を儲けるとか、そういうことは考えていません。ですので、Ubuntu プロジェクトの成果物はすべて Ubuntu に搭載されて、すべて無償で配布されます。
なんですけれども、Ubuntu は世界中のボランティアが集まって開発してるんですけれども、ボランティアが集まって開発するんでも、やっぱり、人とか物とか金とかがやっぱ必要で、まあ、開発するには当然その人をご飯食べなきゃいけないんでお金かかりますよね。で、物を配るには当然サーバーであったりとかインフラであったりとかお金かかるんですよ。物も必要なんですよ。で、それがかけるとやっぱりプロジェクトってうまくいかない。で、ボランティアの手弁当だけだとうまく回らないんで、カノニカルっていう会社をこの人作りました。で、そのカノニカルが、資金援助してます。その開発者を雇ってお給料を払って Ubuntu の開発をさせています。で、そのカノニカルっていう会社がもし潰れちゃったらどうなる？困る。で、Ubuntu 財団っていう財団を作りました。ここに今、1000万ドルぐらいのお金がプールされていて、もし何かあった時にはこの金を使えってことで非常用のお金とかも貯められているんで、いきなりこう、お金がなくなって Ubuntu なくなっちゃうとか、そういうことは多分ないです。しばらく安泰なプロジェクトかなと思います。待って、で、Ubuntu コミュニティ。今、そのバックにカノニカルって会社がいるって言ったんですけど、そうするとやっぱりフェドラとか、スーゼとかありますよね。で、フェドラは当然バックにレッドハットがいて、で、スーゼはバックにノベルがいるんですけれども、Ubuntu も同じなんですが、コミュニティ主導で開発をしています。で、この数字は何かというと、コミュニティには当然、最高意思決定機関がトップにあって、Ubuntu の場合も Ubuntu の評議会というのがいます。で、その議席は7議席あるんですけれども、そのうち1つだけがマーク・シャトルワースのためにリザーブされています。で、あとの6人は Ubuntu コミュニティの中から選挙で選ばれて、その7人で、最終的な、意思の決定を行っています。まあ、対して、フェドラとかスーゼっていうのは、議席のうち半分ないしは過半数を、親企業であるレッドハットとかノベルの社員のためにリザーブされています。ですので、コミュニティベースの開発ではあるんだけれども、スポンサー企業の意向が出やすいディストリなのかなと。まあ、レッドハットもノベルも最終的には自社の製品を売るのが目的なので、なんだろうな。そのフリーなプロジェクトを支援するにあたって、まあ、自分たちの意思を入れなきゃいけないのかなというのはあるんで、まあ、それが悪いとかいいとかじゃないんですけれども、Ubuntu とその、まあ、レッドハットとかの違いは、まあ、こういうところにもあります。はて。で、コードオブコンダクト。これ、Ubuntu メンバーになったりするときには必ずこれにサインをしなきゃいけないんですけれども、他者を思いやれ、他者を尊重せよ、協力せよ、意見が合わないときは相談せよ、で、自信がないときは助けを求めよ、退任するときは慎重に。こういう行動規範というものが定められてまして、で、Ubuntu の活動をする人は、この規範に、乗っ取って活動することを要求されます。で、日本語訳がこの下の、コミュニティのコンダクトっていう、日本語訳がこの Ubuntu Linux JP のサイトにもあるんで、ぜひ一度目を通しておいてほしいなと。よいしょ。でですね、バグ。Ubuntu にも当然バグトラッキングシステムがあって、起きた不具合とか要望なんかを管理してるんですけど、そのバグナンバーワンっていうのがこれですね。マイクロソフトの市場シェアが大きすぎるっていうバグで、一番 Ubuntu ができた一番最初に登録されたバグがこれです。で、再現手順は近くの PC ショップに行って、周りを見ると、あ、ほら、Windows ばっかりだろうと。で、これはバグだと。で、Ubuntu はこのバグを修正するために、この世界に向けて提供されたパッチであると。で、よいしょ。バグナンバー1。よいしょ。見えたかな？Microsoft has a majority market share バグが、バグ番号1番。リポートがマーク・シャトルワース。で、アサインドマーク・シャトルワース。担当者マーク・シャトルワースで、緊急度クリティカル。で、バグの進行状況がインプログレス。まあ、進行中です。修正中です。というステータスになっています。よいしょ。まあ、こんな、まあ、冗談みたいなバグが登録されていて、まあ、これを直すために、日々我々は開発していると。さて。で、それを言うと、いや、Linux vs Microsoft とか、こうね、言う人がいるんですけど、別に、Windows を駆逐しようとか、取って代わろうとか思ってるつもりは全くないです。ただ、Windows 一色に染まっちゃってるんで、ね、今日もいろんなコミュニティが来てて、
フリーでオープンな自由なソフトウェアって世の中にいっぱいあってみんなそれ使ってるんだけど、でもヨドバシカメラとか行っても売ってないじゃないですか、そういうのって。だから世の中の人って知らないんですよ、そういう何素晴らしいものがあるってことを知らない。それちょっともったいないよね。うん、でなんでみんな知らないのって言うと、やっぱり Windows が支配的すぎて、まあ、出る幕がないっていうところがあるんですよね。なのでそういうものがあるってことをみんなに知ってほしいなっていうのが、このバグナンバーワンの意味なのかなと。とそんなふうに、これは私の解釈ですけど、そんなふうに思っています。でバグ100万、つい最近ですね、ラウンチパッドに、Ubuntu の開発サイト、ラウンチパッドっていうんですけど、そこに、登録されたバグが100万件を超えました。っていうと、Ubuntu のバグ多すぎとか思うかもしれないんですけど、まあ、スパム的なバグが登録されてたり、ユーザーがすごく多いんで、みんながわーってバグ登録して、デュプリケートバグって言っても、同じバグがたくさん登録されてるものがあるんで、単純に100万っていう数を鵜呑みにはできないんですけれども、まあ、こんなバグが登録されて、じゃあバグ100万、記念すべき100万は何だったんだっていうと、教育現場で費用が高めな上にすぐ古くなってしまう iPad がたくさん使われてしまっているという、ジョークのようなバグが登録されました。7年、8年にわたってこれを仕込むためのね、伏線だったのかなとか思わずにはいられないバグが登録されました。よいしょ。で、Ubuntu のリリースですね。半年ごとにリリースしています。4月と10月です。で、これは絶対に守るということになっていて、今年も4月の26日に Ubuntu 12.04 がリリースされました。でですね、締め切り優先というのはどういうことかというと、これね、今手元の画面に映ってなくてね、こっち見ながらなんでちょっと大変なんですけど、これリリーススケジュール、これ 12.04 のリリーススケジュールで、 Ubuntu は半年で開発をするので半年を26週間に分割してます。で週ごとに何やるかっていうのが決まってて、でどこでこうどういうイベントがあるかで、 Ubuntu 12.04 のリリースが、4月28日か、はい、28、ここでリリースされました。で、この後の予定っていうのがあって、Ubuntu 12.04.1、パッチが当たったポイントリリースが、8月の23日に出るっていうのが決まってます。そして、次のバージョン、半年後の Ubuntu 12.10 は、10月18日に出ます。これも決まってます。で、だーっとこう見ていくと、1年後、Ubuntu 13.04 は、2013年の4月25日に出るってことがもう決まっています。で、まだ13.10 は1年半後ですけど、来年の10月17日。で、2年後のさらに長期リリース版 14.04 は2014年の4月25日に出ます。もうこれ決まってます。動きません。この日出します。よいしょ。よいしょ。で、まあそれに対して、デビアンなんかは品質最優先で、だいたいこのぐらいに出すよ。まあこのぐらいにフリーズしてこのぐらいに出すよ。つっても、リリースクリティカルバグがすべて修正されるまではデビアンはリリースしません。なので、出来上がってきたときはデビアンは品質は素晴らしいものが出てくるんですけれども、いつリリースされるかは誰にも分かりません。対して Ubuntu は締め切りをもう優先して、よっぽど致命的なバグがない限り絶対に延期はしないんで、予定日通りに出ます。出ますけれども割と見切り発車なところがあります。でそうすると、Ubuntu でなんかすごいいい加減なリリースしてんのかって言われるのかもしれないんですけど、企業とかでシステムを導入するとかリプレイスするとか、でそれがいつまでサポートされるのっていうのが明確になってるっていうのはすごいメリットで、例えば Ubuntu の場合は、まあ2017年まで、12.04 は使えるんですけれども、これがもうリリースの前から明らかになってるっていうのは、そのエンタープライズとかの、ね、用途で導入、会社の中で導入サポートするにあたって非常に有効です。MacOS とか Windows ですらいつ出るかって正確には分からないし、サポートがいつまで続くかっても分からなくて、マイクロソフトはまあサポート期間すごく長くて、で割と早くアナウンスするんでまあいいんですけど、 Apple とかある日突然切りますよね、 MacOS のサポートとか、でマウンテンライオンとか、あと Windows 8も今年出るみたいですけど、この段階になってもまだ正式な発売日って分かんないですよね。でも Ubuntu はきちんとリリース日を予告していて、で、サポート期限もきっちり分かっていると。そこら辺が Ubuntu の特徴です。で、バージョンが 12.04 って言ってるんですけれども、これリリース年月日の西暦下2桁と月を足してます。なので、Ubuntu 12とか、Ubuntu 13とかいうバージョンは存在しなくて、12.04 です。12.4 でもないです。
で、半年ごとにリリースなので、大体下2桁は04か10になります。で、アルファベット順のコードネームっていうのがついてて、今回はプレサイスパンゴリンっていう P ですね。頭文字が P でプレサイスパンゴリンっていうコードネームがついていて、で、一つ前は O だったんで、オネイリックオセロットっていうのがついてます。で、これは、頭韻を踏んだ英語の形容詞と動物の名前がつく。それがアルファベット順につくっていうルールがあって、で、Ubuntu の開発者は、プレサイスとかオネイリックとか、そのアルファベットのその形容詞の部分で呼びます。あんまりバージョン番号では読まないんで、まあ、プレサイスっていう正確なとか精密なっていう意味がある単語で、Ubuntu の記事なんかは、プレサイス、プレサイスって書いてるんですけど、で、翻訳エンジンとかに突っ込むと、正確なとか訳されてわけわかんないんですけど、これは Ubuntu では固有名詞です。さて。で、Ubuntu っていうのは、南アフリカの言葉で、他者への思いやりとか、全人類をつなぐ普遍的な絆の存在を信じることとかいう意味があって、で、Ubuntu っていうこの言葉の概念に相当する日本語とか英語の単語は存在しないんで、うまく翻訳できないんですけど、まあ、こんな、まあ、他者への思いやりとかいう言葉を持ったディストリビューションです。で、それが何かっていうと、私の解釈なんですけど、このオープンソースの核心である共有と協力の精神、まあ、これを大事にしている、無料で自由なオペレーティングシステムと、それを開発しているコミュニティが Ubuntu です。というところまでが前振りでございます。すいませんね。よいしょ。では、本題に行く前にですね、実は Ubuntu のセミナーって、去年来られた方はご存知だと思うんですけど、プレゼントがあります。そうですね。Ubuntu の T シャツ、L サイズとね、M サイズだと思うんだよね、これ、を用意しました。で、欲しい人います ?T シャツ。あ、パラパラと言いますね。東京なんかだとバー立つんですけどね、北海道の人は結構シャイな感じで。で、欲しい人は、これ、拳で決着をつけるっていうルールがあるんですけれども、小笠原さんかも。じゃんけんの話ですよ。で、小笠原さん、ですね、まあ、Ubuntu Japanese Teamの協力してくれてる小笠原さんが、じゃんけんするために東京から来てくれました。はい、ありがとうございます。じゃんけん用意です。はい。でですね、じゃあ、欲しい方、どうしようかな。じゃあ、まず M サイズからいこうかな。T シャツ M サイズ、Ubuntu T シャツの M サイズ欲しい方、ご起立ください。で、最初はグーでじゃんけんしてもらって、あいこと負けは座ってください。勝った人だけ残って、最後に勝った方にプレゼントということで、じゃあ、小笠原さん、じゃんけんお願いします。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。グーの方。え？いきなり3人。じゃあ、3人なので、3人向いていただいて、それぞれにお願いします。それぞれとか3人でお願いします。はい、では、最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ、2人残りました。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。おめでとうございます。はい、まあ、こんなことをやってるんですけどね、毎回ね。はい、では、本題です。Ubuntu 12.04 プレサイスパンゴリン、コードネームプレサイスパンゴリンで精密な潜算光、2012年4月26日リリースで、2017年4月まで5年間サポートされます。潜算光潜算光って言っても何って思う人がほとんどで、Ubuntu のコードネームって動物の名前がつくんですけど、大体、どんな動物か分かんないんですよ。こんな単語聞いたことねえぞっていうようなのが出てきて、今まで一回、カルミックコアラっていうのがあったんだけど、コアラの時だけですね、どんな動物か分かったの。で、パンゴリンってだって聞いたことないですよね。で、まあ、オセロットぐらいは分かるか、でも、ねえ、潜山光って日本語訳聞いても分かんないですよね、これ。で、何かっていうとこいつです。ここの真ん中に映ってる黒い丸っこい、これが潜山光です。で、これ、ライオン VS パンゴリンとかで、YouTube を検索するとこんな動画がいっぱい出てきて、何かっていうと、潜山光っていうのは、アルマジロみたいな動物で、こう、鋭い歯を持った鱗を持ってる動物です。で、こう、ライオンに襲われるんだけど、歯が立たなくて、ライオンが食べられなくて、こう、すごすごと帰っちゃうみたいな、対決動画がいっぱいあるんですけど、Ubuntu のコードネームって、単にシャレでつけてるわけじゃなくて、そのコードネーム、まあ、そのバージョンが目指すべき機能とか、まあ、それを象徴する機能とか、そういうのがコードネームになってて、じゃこのパンゴリン何って言ったら、ライオンに食べられないよと。ライオンっていうと、ね、MacOS ですよね。ライオンに襲われても負けないぜと。まあ、そんな意味が付けられてるのかなと。
ちなみにあのマーク・シャトルワースがあのブログでこのプレサイス・パンゴリンっていうコードネームを発表した日にあのジョブズが死んだっていうあのことがあったんですけど、うん、まあまあそれは置いといて。よいしょ。はい。で、従来の Ubuntu のサポート期間、これ2年前の Ubuntu 10.04 なんですけれども、これはデスクトップ版が3年、でサーバー版が5年間のサポートがありました。で、2年に1回出る LTS 長期サポート版以外はこんな感じで 10.10 とか 11.04 なんかは、18ヶ月しかサポートがないんで、後から出たのに先にサポートが切れるっていうような感じですね。で、2年に1回出るバージョンはこのように非常に長いサポート期間を持ってるんですけれども、今回 12.04 なんとデスクトップ版も5年サポートです。今からだと2017年4月まで使い続けることができます。Linux ディストリビューションで5年間使えるっていうとなかなかないんですけれども、こんな感じで非常にいいバージョンですね。もちろんあのこれ5年間使い続けてもいいですし、2年後にまた LTS が出ますんで2014年に乗り換えてもいいですし、あるいはもう最新版使いたいんだっていう人はもう半年後に乗り換えてもいいですし、まあ一つ飛ばして来年あたり乗り換えてもいいですし、まあ、その辺のアップグレードのねどうアップグレードするかなんていうのもあの自由に選べるのかなと。で、Ubuntu って公式派生版がいくつかあって、Ubuntu サーバーで、まあサーバーは派生じゃないですけど、まあ Kubuntu、KDE を使った Kubuntu とか、教育機関向けの Edubuntu、これあの大阪の箕面市で、公立の小中学校に導入しているシステムですね。とか、Zubuntu、XFCE を使った Zubuntu ですとか、マルチメディア、機能を強化した、Ubuntu Studio ですとか、あと、LXDE を載せた、割と軽量なLubuntu ですとか、そういう派生版があるんですけれども、この派生版も、LTS、ロングタームサポートになっています。で、大体どれも5年。Kubuntu、Edubuntu に関してはやっぱり5年サポート。で、Zubuntu と Ubuntu Studio は LTS なんですけれども3年サポート。で、Lubuntu だけが、LTS ではなく18ヶ月、通常通りのリリースとなっています。こんな感じで、俺はKDE が好きなんだみたいな人もね、安心して Kubuntu を使っていただければなと思います。で、特徴と新機能、さて、非 PAE カーネルの開始、Linux のカーネルってフィジカルアドレスエクステンションっていう機能があって、32ビットの OS でも64ギガまでのメモリが使えます。で、これはCPU の、PAE っていう機能を使ってて、これ確かPentium Pro とかそのぐらいの割と古い CPU から載ってる機能なんですけれども、4ギガ以上のメモリを積んでる環境で32ビット版をインストールすると、この PAE カーネルが自動的にインストールされてメモリいっぱい使えるよだったんですけれども、今回からインストール CD からこの PAE じゃないカーネルが、除外されました。必ず PAE カーネルで、起動します。何を意味するかっていうと、 PAE 機能を持ってない Pentium M みたいな CPU では起動できません。あとバーチャルボックスでも仮想マシンを作るときにプロセッサの設定のところに PAENX を有効にするってチェックがあるんですけど、そのチェック外すと起動しません。まあそもそもPentium M みたいな CPU はパワー不足で今の世代の Ubuntu はまともに動かないとは思うんですけど、もし古い CPU で使いたいっていう人はこの辺注意です。で、そういう場合は 11.10 からアップグレードするか、さっき言った XFCE を搭載した Zubuntu あたりを使うのがおすすめかなと思います。で、まあ、64ビットの話が出てくると、今回デスクトップも64ビットでいくぜって開発期間中は言ってて、でもリリース直前になって、まあ、またメーリングリストでこう議論があって、結局リリース日までどっちがメインでいくか分かんなかったんだけど、蓋を開けたら32ビットがメインでしたと。まあ、でも正直デスクトップを64ビット化するメリットっていうのはなくて、必要なメモリも増えちゃいますし、でそれで高速化するかっつったら、まあ、疑問なところもありますし、まあ、Ubuntu 12.04 はまだ32ビットがメイン、64ビット版もあって、ミラーサイトからはダウンロードできるんですけれども、あくまで、デフォルトでダウンロードポチってやると落ちてくるのは32ビット。こちらが推奨版です。で、日本語リミックス、ジャパニーズチームがリミックスして、日本語環境とかを最初から入れてる日本語リミックスっていうのがあるんですけども、これも本家に準じる形で32ビット版が出ています。ただ、無保証の64ビットリミックスを出して、作るだけ作ってどっかに転がしとくとかいうことがあるかもしれません。もちろん無保証ですけど。
で、12.04 の売り、ユニティ、ハッド、マルチディスプレイ、マルチタッチ、ログイン画面と、いろいろあるんですけれども、さて、ユニティ、Ubuntu でユニティって言って、わかる人、わかる人、はい。はい。Ubuntu の今のこのデスクトップ、よいしょ。よ。このデスクトップ、ユニティっていうデスクトップです。左側にこんなランチャーがあって、で、Windows キーを押すと、よいしょ。こんな感じで、ダッシュっていう、こんなのが立ち上がります。で、これを Unity っていうデスクトップが動いてるんですけれども、これは 11.04、1年前の Ubuntu から、Gnome じゃなくて、デスクトップは Unity になりました。で、今までは正直、使いにくくて、遅くて、いろいろディスられてたんですけれども、今回、Unity のバージョン5、っていう系列のユニティが搭載されまして、非常に軽量で使いやすくなりました。この左側にあるのがランチャーで、MacOS のドックと非常によく似た機能を持っています。クリックすることで、アプリが、起動するですとか、アプリの切り替えですね。切り替えにも使えますし、よいしょ。あとはこう、右クリックするとメニューが出て、例えばこれはファイルマネージャーのアイコンなんですけど、特定のフォルダを開くとか、スクリーンショットを撮る機能ですと、こんな感じで画面全体のスクリーンショットを撮るとか、特定のウィンドウを撮るとか、こんな機能をここから呼べたりとかですね。こんな、割と使いこなすと便利なんですけど、こんなランチャーっていうのがあったりします。よいしょ。で、アプリケーションの起動は Windows キーを押して、ここの検索窓にアプリケーションの名前とか、最近使ったファイルの名前ですとか、そういうものを入力すると、例えばターミナルとか入れると、ターミナル出てきますし、例えばFirefox とか、サンダーバードですとか、ドロップボックスですとか、こんなのがここから呼べるようになると。今までのメニューベースではなく、検索ベースですね。で、アプリを起動したりするようになってます。別にね、この、例えば、結果の絞り込みとかやるとタイプとか、昔みたいにこうメニューみたいにね、アクセスすることもできるんですけれども、こんなになってます。で、よいしょ。Windows キーを押しっぱなしにするとこんな感じでメニューが出まして、ヘルプが出ます。で、ここに書いてある Windows の操作とか、ワークスペースの操作とかを一通りマスターすると、Unity すごく使いやすくなります。例えば、アプリケーションをいっぱい立ち上げますよね。で、この状態で、Windows と S とかを押すと、ワークスペースが展開されます。この状態で、Windows がドラッグ&ドロップできるんで、こんな感じで、こう、配置を、よいしょ。こんな感じで、変えてみたりして、よいしょ。で、あとは、コントロール・オルトを押しながら、カーソルキーとかを押すと、ワークスペースが切り替わって、よいしょ。こんな感じで、Windows をこう、オルトタブなんかで、切り替えるよりも、便利ですよね。あとはこの左側にあるランチャー、これ Windows キーを押しながらだと見えますかね。上に番号が出てるんですけど、これショートカットになってます。で、例えば2はクロミウムなんですけど、2を押すとクロミウム起動します。で、今すでに起動してるんで、ここで2を押すとそこに Windows 切り替わりますとかですね。あとはハッドっていう機能があります。これヘッドアップディスプレイの略なんですけど、何かっていうと、オルトキーを押すと上に出ます。で、ここに、メニューの名前を入力すると、そのメニューをキーボードから呼べます。例えば、エビンスの場合は、例えばファイルとか編集とか表示とかありますよね。このメニューの項目をキーボードから呼べます。で、メニューの名前を覚えてないと使えないんですけど、じゃあ具体的にどういうところで役に立つのっていうと、こんな画面、たまに見ますよね。ブラウザで、なんか文字コード違って、なんか化けてるよと。これ UTF-8 のページをシフト実で表示したからこんなになってるんですけど、そういう場合って、表示のエンコードの、この辺から選びますよね。これ、例えば、オルトを押して、UTF とかやると出るんで、エンターを押したら変わりますよね、と。こんな感じでメニューに素早くアクセスできる機能とか、こんなのがあります。最初はちょっととっつきにくいかもしれないんですけど、慣れると非常に高速にデスクトップを操作することが可能になります。この辺が Ubuntu 12.04 の特徴ですね。あとはマルチタッチ、MacBook のマジックトラックパッドみたいな、
ボタンがなくて、まあ、あの複数の指で操作するようなデバイス、あれが割と実用的になりました。昔はね、あのやっぱこうドラッグしようと思って親指で押し込んで人差し指でドラッグしようとすると2本指が触れた瞬間に右クリックになるとかいう、もうイカれた挙動をしてたんですけど、それが治りました。よいしょ。まあ、そんなこんなでこうデスクトップの使い勝手が割と良くなっているかなと。で、今もこのマルチディスプレイ、あの私の手元のディスプレイとこっちのプロジェクター全然違うものが映ってて2画面使ってるんですけど、この辺の、複数のディスプレイの調整、その辺もですね良くなってて、モニターの設定とかこの辺から呼ぶとこんな感じでモニターのそれぞれの位置関係ですとか大きさ、あと回転させたり、あとランチャー、このランチャーを全部のディスプレイに配置するかどれかに配置するかとかですね、そんなのの設定も GUI から簡単にできるようになってます。で、まあ、でも今言っちゃったけど、はい。で、あの、ユニティっていうのは、あの、世間ではいろいろディスられてて、あの、ユニティになって Ubuntu は使いにくくなったとか、非常に言われてて、確かに気持ちはわかるんですよ。全くもう別物になってて、しかも1年前に初めて出てきたユニティはかなり完成度が低くて、今でも、理想的な、まあ、パーフェクトな状態の7割ぐらいの実装度らしいんですけれども、まあ、あの、今までの、まあ、Windows XP ですとか、従来の GNOME と全く違った操作感になってるので、あの、まあ、ちょっと使いにくいな、使い方わかんねえなって思うかもしれないんですけど、今見せたように、あの必要な機能は一通り揃ってて、でショートカットをマスターすると非常に便利になって、もう今更普通にあのメニューを何順番に選ぶみたいなのは私はもう戻れないんですけれども、あのきちんとマニュアル読ん でショートカットを覚えて使ってみると超便利なので、できれば皆さんあのユニティやめて他のにしたいとかしなくて、できればユニティに慣れていただきたいなと。部分的には、組み込みとかタブレットとかスマートフォンとかで、あと家電、Ubuntu TV とか家電が出てきますけど、そういうのもデスクトップのこの環境は Unity で統一するっていうふうに動いてるんで、できれば Unity に慣れていただいた方が後々いいかなと思ってます。よいしょ。あ、で、広告がありますね。こんな雑誌が、あります。Ubuntu マガジンジャパンって言って3ヶ月おきに出てるんですけども、最新号が、11日月曜日に出ました。で、Ubuntu 12.04 完全活用ガイドって言って、今日今言ったようなこととか、さらに、もっとですね、デスクトップをカスタマイズする方法とか、で今 Unity 使いよって言ったんですけど、あの従来の GNOME の使い方なんかも書いてます。で、インストール DVD とあのバーチャルボックスにしてすぐに使える仮想マシンイメージがついて、なんとお値段1200円と。で、よいしょ、アスキーメディアワークスさんのご好意で、実は一冊いただいてきました。小笠原さんかも。あの、あ、もう買っちゃったよって言ってます。買っちゃったよって言うと。ありがとうございます。はい、欲しい方、あの、ご起立ください。またじゃんけんでプレゼントしたいと思います。じゃあ、行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パーの方。パーの方、結構残りましたね。はい。では、引き続いて、最初はグー、じゃんけんぽい。パー、あれ、一人だけ？お、あ、本当か。あ、おめでとうございます。で、今じゃんけんに負けちゃった皆さんはあの帰りに本屋さんであのご購入ください。あ、アマゾンでも買えますんでね、あのポポチッとやってくれれば明日届きますからね。で、あ、はい、あのもう一つ広告がありまして、私本書きました。Ubuntu Linux 入門キット、私が書いた本です。で、 Ubuntu のそうですね、これはあの Windows はちょっと使ったことあるけど Linux とか全く初めてだよって人向けに、まあ、スクリーンショット多めで使い方を解説した本です。これ、6月の20日発売します。なんであのもしよかったらお手に取ってみてください。よいしょ。さて、で、次回予告、Ubuntu 12.10 コードネームが、クワンタルケツアール量子的な飾りキヌバデドリという。ケツアールってなんだよって感じですよね。わかんないですよね、これ。はい、よいしょ。で、こんなのが出ます。次の LTS 長期サポート版、2年後ですね、14.04 へ至る開発サイクルの始まりだと、のマーク・シャトルワースがブログで言ってますけれども、まあ、あの Q はクオリティだと、品質重視だと、量子的で、Ubuntu TV ですとか、Android ですが、ウェイランドっていう、前々から棚上げになってる、今の Linux のデスクトップって X ウィンドウシステムっていうものが使われてるんですけれども、これってものすごく古くて、もう20年、30年ぐらい、30
30年もうちょっとかな歴史があるんですけど、非常に古くて遅くて、まあ、ぐちゃぐちゃしてると。でウェイランドっていう新しい Windows システムを使おうぜっていう話を Ubuntu はもう2年3年ぐらい前からやっていて、そろそろ、まあ、今はもうテスト版が動く状態ではあるんですけれども、ひょっとしたらそろそろ本格投入来るのかなみたいな気がしています。いやどうだか分かんないですけどね。はい。で、さっき言ったこの PAE カーネル、12.10 では完全に廃止されます。今は、11.10 からアップグレードしてインストールしたりすれば、あの PAE 使えないマシンでも動くんですけど、 12.10 以降では PAE が使えない CPU では Ubuntu シリーズは動きません。あの Zubuntu や Kubuntu も動きません。完全に廃止されます。ですので、あの古いマシン使ってる人は今の 11.10 から 12.04 にアップグレードして、まあ、これで5年間戦ってくださいと。で5年後はデビアンへどうぞと。まあ、でもただあのペンティアム M みたいな古い CPU を2017年以降も使うのはどうよっていう気はするんですけど、あのそんな感じで PAE に対応してないマシンはもうサポート対象外になります。あとはあのマイグレーションアシスタント、これなくなります。これってあの Windows がインストールされてるマシンにデュアルブートしたことある人はわかると思うんですけど、 Ubuntu のインストーラーが最後にあの Windows のアカウントが見つかったから、あのブックマークとか壁紙とかインポートするぜって聞いてくる機能があるんですけれども、これ結構バグがあって、次ではインストール CD から除外されます。あのなくなるわけではないんですけれども、インストール CD には入らなくなります。これも決定ですね。でプロジェクトスプートニック、こんなプロジェクトが走っています。何かというと、デルの XPS13 っていうウルトラブックがあるんですけれども、これに開発者向けの Ubuntu をプレインストールして販売しようっていうような計画です。ノート PC とかに Linux インストールしたことがある人は分かると思うんですけど、Linux 使いたいだけなのに入れてもなんかあのグラフィックドライバーがなくてうまくウィンドウが上がってこないよとか、無線 LAN のドライバーがないよとか、あのサスペンドしたら寝たまま起きてこないとか、割とそういうことってあるんですけれども、まあ、我々がやりたいのはそんなことじゃなくて、あの PC 使って開発したいんだと。そんなところに時間割きたくない。なのでもうこのマシンのために、まあ、ドライバーなんかも全部入れて、環境が構築されて、でかつあの開発者向けのツールですね、あの Git ですとか屏風ですとか Emacs ですとか、まあ、そういったものを一通り入れて、もう買ってきて蓋開けたらすぐに開発が始められるよっていうような開発者向けの Ubuntu を入れた Dell XPS13 を出そうという話があります。まあ、それがプロジェクトスプートニク で、それなんて MacBook Air って感じなんですけど、そんなのが出るはずです。あとはですね、これ Ubuntu TV、 これうちの PC 上でコンパイルして動かしてみたんですけど、あの Ubuntu TV っていう家電に組み込んだことかな、まあ、ビデオ見たりその YouTube 見たりとか、そんなあの Ubuntu 入りのテレビとかですね、あと Ubuntu for Android、スマートフォン、 Android のスマートフォンに Ubuntu を同居させて、普段は Android として動いてて、でドックに家帰ってきてドックにつなぐと Ubuntu のデスクトップが使えるという、まあ PC とスマートフォンが同居したような、これも早ければ年内ぐらいにはものが出てくるんじゃないかなというような状態です。でそんな、Ubuntu 12.10 なんですけれども、さっき言ったように2012年の10月18日にリリースされます。現在もアルファ1がリリースされていて、ちょっと人柱やってやるぜみたいなこう特攻野郎はぜひインストールしてみるといいんじゃないかなと。まあ、まだね、12.04 出たばっかりなんで、アルファ1って言ってもほとんど変わんないです。ただこれからどんどんパッケージが新しくなって、ね、アビー共感になるのかなという感じですけれども、興味がある、ね、方はぜひ試してみてください。よいしょ。さて、で付録に行く前に T シャツがもう一枚あります。Ubuntu T シャツの L5、 欲しい方ご起立ください。あ、僕ももらっちゃダメ。最後まで勝ったらいいよ。ああ、うん。よし、頑張るぞ。はい、じゃあ、じゃあ、じゃんけんで。じゃあ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方。結構残りますね。はい、じゃあ、最初はグー、じゃんけんぽい。パンの方。誰も読まれてんな。最初はグー、じゃんけんぽい。あれ？お、パー、あ、一人言いましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、じゃあこの付録はね、去年もちょっと話したんですけれども、Ubuntu の上手な付き合い方って、
私が Ubuntu 使い始めたの6年ちょっと前ぐらいで、その時は Ubuntu ってもうまあ非常にマイナーなディストリで、あのデビアンってググってそれを Ubuntu に適用するみたいなことをしたんですけど、最近もうあの世界一の人気ディストリで Linux 関連でググっても Ubuntu の例が出てくるっていうような状態です。これ非常にまあありがたいことなんですけれども、あのウェブ上にあふれる情報ってそれ本当に正しいんですか？よいしょ。残念ながらですね、あのウェブ上の情報っていうのはあのまあ、間違っているものもあります。意図的に嘘が入っているとは思わないんですけれども、やっぱり調査不足とか誤解とか、あとはあの Ubuntu の開発ペース早いんで昔言ってたことが今間違っているってこともたくさんあります。またあの、ね、Unity もそうなんですけれども、まあ、ちょっとあの古いバージョンが、ね、出来悪かったっていうんで最新版良くなってるんだけど未だにこう古い情報で叩かれているとか、そういうところもあります。なので、まあ、正しい情報を得てください。まずあのカノニカル社のブログですとか、あと Ubuntu のメンバーのブログを集めたもの、プラネット Ubuntu.com とかですね、この辺を見るとまあ割とオフィシャルな情報が出てくるんで、カノニカル社のブログはそうですし、 Ubuntu メンバーのブログもここに、このプラネット Ubuntu.com にブログの記事を投稿するには Ubuntu のメンバーシップが必要なので、あのどこの誰が言ってるかわからん情報よりはまあ当てになるよと、そんな感じですね。あとはニュースですね。Ubuntu ウィークリーニュースレター。これ毎週発行されているニュースレターで、あとはあのフルサークルマガジンっていう PDF 形式の月刊誌が、発表されてます。これは Ubuntu の使いこなしテクニックなんかも書かれてて、割と英語なんですけど、割と簡単な英語なんで読んでみるといいと思います。あとはあの USN、Ubuntu セキュリティ、なんだっけ。うん、Ubuntu のセキュリティ情報ですとかは、ここからアナウンスされます。あとはメーリングリストですね。リスト Ubuntu.com っていうところにメーリングリストの一覧があって、例えば Ubuntu レベルアナウンスはあの開発の告知用ですとか、あと Ubuntu アナウンスはあの各種アナウンスが流れます。この辺見とくとあの新しいものが出てきたときにそれもキャッチアップできるかなと。あと Ubuntu レベルは、うん、開発者が議論するための場です。まあ、見とくと面白いかもしれないですね。で、あとリリースノート、新しいバージョンが出ると必ずここにリリースノートが書かれます。で、日本でもあの英語でリリースノート書かれるんで、それを我々が必死に、まあ、私はやってないですけど、まあ、小笠原さんとかもですね、翻訳してくれてます。で、あのウィキ Ubuntu.com って書かれてる通り、あのウィキにリリースノートが発表されて、当然ウィキなので書き換えられるんですよ、これ。まあ、書き換えるに権限がいるんですけど、でリリース直前までこのオリジナルのリリースノートがどんどん書き換わっていくので翻訳チームが大変というのもあるんですけれども、新しいバージョンを使うときは必ずこのリリースノートを読んでみてください。それとあの日本語の環境独自の情報とかもあと我々が、きちんとまとめて書いてますんで、使う前はここを一読してください。あとはジャパニーズチームのウィキですとか、あとあのヘルプ Ubuntu.com ってところにはデスクトップのヘルプ、サーバーのヘルプ、こんなものが集まってます。で、あとクラウド Ubuntu.com にはクラウド環境のためのドキュメントがあります。まあ、こういうオフィシャルなドキュメントをまず読んでみてください。あとはランチパッド、Ubuntu のバグは全部ここに集約されるんで、不具合かなと思ったらここ検索してみてください。だいたい見つかります。あの利用しているユーザーがめちゃくちゃ多いんで、あの多分自分が困ってることは世界の誰かも困ってます。なので、だいたいバグは登録されてて、ワークアラウンドとか、まあ、現在の状態とかが書かれてるんで、まあ、そこ見てみてください。で、自分がバグの第一発見者で他にバグがないと言ったら、ぜひバグ登録をしてください。あとはですね、日本語の情報ですと技術評論者さんのサイトで Ubuntu Weekly Topics と Ubuntu Weekly Recipe という連載があります。トピックスの方は、まあ、その週にあった Ubuntu 界隈のトピックスで、ウィークリーレシピでは Ubuntu の使いこなしのチップスなんかを毎週連載しています。まあ、まとめると、あのラウンチパッドとか Ubuntu.com とかのオフィシャルな情報をまず見ろよと、ググるなと。で、だからもう合言葉はググるな、カスでググるなと、まずドキュメント見ろと、あのマニュアル見ろと、大体答えはそこにあるんで、そんなあの誰が書いたかわからんあのブログ記事とか読むのはまあ最後にして、まずはあのオフィシャルなドキュメントを見てみてください。あと記事読むときは誰が書いた記事なのかをあのチェックするようにするといいかなと思います。あの私も記事を書くようになってから意識するようになったんですけど、あの書店で売ってる雑誌とかでも平気で間違い書いてあります。ウェブの記事でもあります、かなりあります。なのであの著者を見てみて、あこの人の言ってることは信頼できるなみたいなことをね、あの判断できるとまあいいのかなと。あの Ubuntu Japanese チームが書いた記事は全部信頼できます。大丈夫です。はい、本当雑誌記事なんかでも、まあ
まあ、誰にでも間違いはあるんで、あの印刷されて出版されてるからと思ってこう鵜呑みにせずにですね、あのチェックするといいかなと。はい、というわけで一通りこれでおしまいかな。ちょうど時間ですかね。はい、はい、あ、じゃあどうもありがとうございました。水野でした。はい、あ、それでですね、アンケート OSC の受付で配ってるアンケートって皆さんも書きました？あれ書いて出すとくじ引きができて、くじ引きの景品にもですね、ウブンツのマグカップ1つとウブンツマガジンが5冊提供されてるんで、もしかしたら当たるかもしれないですね。さっき当たりました。当たりました。あ、よかったです。あ、で、もしね、今回のセミナー面白かったって思ったら、アンケートにウブンツ面白かったって書いてくれると嬉しいです。で、ちょっと今回のつまんなかったって思ったら、こっそり教えてください。はい、どうもありがとうございました。